アウカもしくはオカは、ナイジェリア南東部のアナンブラ州の州都。2006年の人口は約 30.2 万人。ラゴスの約 600km 東に位置し、南東ナイジェリアのイボーランドの中心に位置する。東西連邦道路によって、ラゴスやベニーシティ、アサバ、オニジャ、エヌグとつながる。他にも、エクーロビアやアグル、エヌグークー、アバガナ、ンネウィとつながっている。イボランド北部の二大主要都市であるオニチャとエヌグの中間にあることから、植民地時代には戦略的に重視され、独立後も州都になった。アナンブラ川周辺で石油が取れる。アナンブラ州庁舎軸通りのUBA、中西銀行傷んだインフラアーサーエゼ通りの壊れた道路。アウカ都市圏、ナムディアジキウェ大学最初にイフィテアナ人が居住した。彼らは象牙を神の象徴とした。800年頃、ンリ文化はサブサハラアフリカで最初に銅細工を作った。アウカはイボランド最古の都市で、ンリ文化の中心地だった。名工のゾとンリチエが統治した。それぞれの部族が村を持ち、アウカ全体で33の村がある。マム川の谷に位置し、標高は-300メートルである。肥沃な熱帯雨林があったが、農業や入植によって森林破壊が進んだ。熱帯雨林地域にあり、大西洋からの湿った南西風の季節とサハラ砂漠からの乾いた北東風の季節がある。前者は4から10月、後者は11から3月に訪れる。12月下旬から1月上旬に訪れる。春末端は乾いた埃っぽい風で、茶色いもやによって視界が悪くなり、太陽光が遮られる。平均気温は6から12月は27摂氏30度、1から4月は32摂氏34度で、寒気の後半が最も暑い。キリスト教が多数派だが、伝統宗教も残っている。イウイアグ通りのクイーンサイトホテルゴルフィンサイト、ホテルイモ、オカ祭りイモ、オカ祭りは、5月上旬から2週間行われる、豊作を祈る、仮面祭である。ありがとうございます。